トップ内の期待が受けた仕事を求めなさい。え、この空気が、ここに水面があった、この空気がこう縮んだわけよな。この空気がこう縮んだわけ。これは、水に押されて縮んだ。ここの間に薄っぺらいオブラートがあれば、水は下から押してきて、オブラートは下から押されて上へ移動したわけ、ね、水はこの境界面のオブラートに対して力を与えて、その向きに移動させたから、プラスの仕事をしたわけ。水はプラスの仕事をしたわけ、ね、っていう仕事が存在してるわけですよ。仕事というのは力かける移動距離、これが水面にあった空気が水中に行くときに水に押されて、仕事を、こういう仕事をされたわけ、ね、それを求めなさいって話、okay? で、とってもややこしいんやけども、2行目に書いてます。1行目の終わりから、ただし沈めていくに伴ってコップ内部の圧力がわずかに増加する影響は無視してよい、無視してよいって書いてある。1番2番まで圧力変わるやろ、これね。 P0 と P は変わったやろ、 P は大きなったやろ、変わってんのにここでは無視してよいって書いてある、ね、地表にあった空気、ビーカーの中の空気は1気圧です、ね、極端に言ったら水の中にずっとつけてって10メートルの水深まで行ったら2気圧になる。水10メートル分潜ったら、大気圧の倍になる、ね、水中20メートル潜れば水が1気圧、2気圧、大気が1気圧が3気圧になるわけ。っていうふうに10メートル潜るごとに1気圧足していくわけ。100メーター登ったら11気圧になるわけよ、ね、いやそんな話ちゃうねんと。これもう何センチの話やねんと、潜らしたのね。だから1気圧と 1.0001 気圧やとぐらいの変化しかしてませんよ。だからもう P は一定ですよと言いながら、1番2番で P0 と P が違うことを求めたから、ね、ちょっと混乱が起こるんです。ここは P0 気圧やって、ここは P やって違うよっていう問題解いた後やのに、いや変わらないと考えていいですよっていう正し書きで混乱するのね。ただ変わらないやったら P0 でいいんか P でいいんかも混乱するわけ。多分これ両方使ってってるでしょうね、受験生はね。 P0 のまんまで P0 で水が押してきてデルタ H 押されましたっていう風に答えた人と、いやもう P でいった、 P 出してんから P でいったっていう、 P の圧力で押されてデルタ H 境界が動きましたって答えた人もいるでしょう。これどっちでも正解してると思います多分。これとこれの割合一緒ですよって言ってんねんから、どっちも正解してると思いますね。もうそのまんまです。力かける移動距離、力というのは圧力かける断面積、ね、圧力イコール断面積の力分の力やから、力は圧力かける断面積だ。どっちでいこう。 P0 でいった人は、 P0 派の答えた人は P0 かける、やっぱり断面積いるな、 S かける移動距離がデルタ S です、ね、P でいった人はP, で P の圧力で変わらんかったという人は P かける断面積かけるデルタ H、 これ P は戻さないかんから、え P0 プラス、ロー DG か、あデルタ H 出してるから代入せないけどね。デルタ H は P0S かけるデルタ H 出しました。 P0 分のロー DGH、 ロー DGH です。これはかけるデルタ H、 P0 分のロー DGH、 これしゃあないな、 P0 分の P0 プラスロー DG、 ロー DGH、
イコールデルタ U プラス W ですよね。ですよね。あの水面にあった空気を水中に沈めていくっていう状態変化を起こしたわけ。この間に与えた熱エネルギー、または気体がもらった熱エネルギーイコール気体の内部エネルギーはどんだけ変化したか、仕事どんなんか、どんなんか、え、気体がした仕事だ、どんなんかの関係式が熱力学第一法則のこれが求まったわけ。気をつけるのはこれは今求めた仕事っていうのは水が押して気体が縮んだ、水がした仕事だよね。だから気体がされた仕事、ここは気体がした仕事で覚えましたね。これ2パターンあるからね。気体がした仕事でこの式を作ったわけ、覚えたわけです。だからこれがどっちでしょう、これがからこれからこれは水がした仕事で気体がされた仕事です。だから気体がした仕事はこれがマイナスロー DGHS じゃん、した仕事やからね。自分はへこんでんねんから、体積減ってんねんから、気体がした仕事はマイナスね。気体が膨張してピストンを押せばした仕事プラスになるんだけども、自分はへこんでるんやから気体がした仕事はマイナスになる。で、内部エネルギー、これいけるかな。内部エネルギーはもしこの中の気体がヘリウムであれば、2分の3 NR デルタ D、 単原子分子であれば2分の3 NR 温度変化ね。酸素分子であれば2原子分子やから2分の5 NR デルタ T ね、水蒸気やったら3原子分子が2分の7 NR デルタ T。 書いてへんけども、ここは温度は変化してないんでしょ、空気の温度は変化してないんでしょ。だからデルタ T が0やからもうここは0なわけや。内部エネルギーは温度変化がないから変化0です。ということは Q はマイナスロー DGHS な。気体が得た熱エネルギーはマイナスロー DGHS ね。はい、問題読んでみ。何て書いてある？日本語。気体が得た熱エネルギーはマイナスロー DGHS です。問題で聞いてるのは、気体から逃げ出した熱エネルギーはどう答えたらいい？気体が得た熱がマイナスエネルギーから逃げた熱はプラスロー DGHS やな。逃げた熱を聞いています。失った熱を聞いています。ロー DGHS で終わりね。